ザ。こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。まあ、ネットでのね、ニュース、まあ、尽きない、新しい二監督、日本ハムの新庄監督と、あと中日の、立浪監督。まあ、どうですか、豊さん、この二人の二監督の印象というか。まあ、対照的だけど、はい、言ってることは同じかなっていう。おお。まあ、例えば、はい、まあ、立浪は、うん、ヒゲ、はい、茶髪禁止、うんね、はい、で社会人としてちゃんとした身なりをまずは心がけていこう、はい、安倍なんかヒゲ剃ったら、うん、マスターから、うん、だからお客さんになっちゃったんで顔がマスターじゃないみたいな、そうでしたよねまあで新庄は、ね、はい、毛先の傷んだ髪、ね、そうです、うん、臭い人ないとダメ、うん、清潔感がない人、はい、ダメ、はい、でおしゃれじゃないとこれは、はい、結局一緒のことを言ってると思うんだよ、あ、だから茶髪はいいけども、はい、毛先が傷んでたらダメだよって、はい、で清潔感じゃない、清潔感があって、はい、いい匂いがしなきゃダメよっていうのは、はい、やっぱ社会人としてこれは普通のことなんだ、そうですね、体型とかもそうですね、そうそう、身だしなみというか、まあ、だから、ね、あの痩せたらもっとモテるのにって清宮に言ったら、はい、痩せてきたみたいな、すごいですね、だからもうその言い方だと思うんだよ、はい、で立浪は同じこと言ってると思う、はい、立浪はやっぱ昭和の言い方をしてる、うんうん、新庄は令和の言い方をしてるのかなっていう感じで、あ、基本的に紐解いたら同じことは言ってるなっていう、そうですね、というふうには俺は捉えるんだけど、あの本当一瞬はやっぱ真逆のことを言ってるのかなと思ったんですけど、うん、今聞いたら確かに言ってることは根は一緒なんじゃないかなだと、いや俺はそう感じたんだよ、あ、言い方変えてるけど、はい、一緒のこと言ってるんだって、うんうん、ただ言い方があるから、そうですね、だからまあちょっとあの昭和の匂いと、うん、令和の匂いと、うん、があるんだろうなっていうだけで、はい、うん、だから、まあ、例えば立浪の方が言葉はストレートなんだろうなっていう、そうですね、うん、だから新庄はやっぱこう回り回って後で分かるような言い方もしてると思うんだよね、うんうんうん、だからまあどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、はい、それが監督の色だから、うん、まあ楽しいなと思って見てるんだけどね、そうですよね、うん、でその2監督の戦い方って、そのチームの色っていうのはどういう風な感じでなっていきそうなんですかね、そうすると立浪はどちらかというと堅実に行く方だと思う、はい、あんまりギャンブルはしないと思う、うん、まあ、どちらかというと新庄の方が、うん、ギャンブル的なことはこう仕掛けてくるかなっていう、はい、まあ、お互いさ球場が広いんだよ、そうですね、札幌と名古屋で、うん、そしたらホームランが出ない、うん、である程度仕掛けないと点にならないっていうのも彼らは分かってると思うんだよね、はい、だからどういう仕掛け方をするのかっていう、うん、だバントで送る、まあ、とりあえずスコアリングポジションに生かしておいて点を取るのか、うん、それとも足を駆使するのか、はい、という、まあ、いろんなことを考えるんだけど、うん、両チームともそういう選手がいない、だからどういうふうにやっていくのかっていうのがすごく楽しみなんだよね、そうですよね、だから両チームとも異質な球場なんだよね、確かに、あれがテラスを作ってくれるとさ、あ、全然変わるんだけど、そうですね、まあ、テラスを作る予定もないわけでしょ、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ非常にあの野球が地味になるというか、あ、派手にはならない、まあ、そうですよね、だからその中で新庄の派手さがどういうふうな選手を動かし方、はい、鼓舞してチームを引っ張るのか、うん、で立浪はどういうふうにしていくのか、うん、これはすごく今から楽しみだけどね、そうですよね、うん、で新庄さんはその日本ハムのとにかく選手はレギュラーは今一人も決まってない、新庄はい、うん、おっしゃってて、一方立浪さんはまあ、ある程度のピースはあるけれども、あと残りを競うってそういう感じなんですかね、どうなんですかね、ある程度のことは決めようとはしてるけども、はい、決定ではないと思う、うん、悪けりゃ次行かなきゃいけないっていう、そんなに残されてる時間はないと思ってるはずだから、はい、だからそこら辺はやっぱ立浪って厳しい目持ってると思う、うん、
立浪ってものすごくやっぱ中日に愛情があるんだよね、はい、愛着があって、うん、二軍監督も片岡に任せて、うん、自分が一番こう信頼できる人間に任せて、うん、とにかく鍛えてくれと、うん、一人でもいいから気が入ったやつをあげてくれみたいな、はい、そういう形で任せてると思うんだよ、うん、愛着があるから育てようとは思うけども、うん、育たないって思った時には多分早いと思う。スパッといくと思う。あ、そこはやっぱ厳しい。いや厳しいと思うよ。そら新庄が甘いかって言ったら絶対そんなことないからね、うん、めちゃくちゃ厳しいと思うよ。でしょう、ね、ああいう風に言いながらダメだと思ったら、うん、スパーンといくからね多分彼も。でしょうね。だって、うん、あのレギュラーであってもベテランであってもそこはもう関係ないっていう風に言ってるってことは、うん、もう1打席1打席自分の人生がかかってる1打席1打席っていうことになってきますもんね、うん、選手にとっては。立浪も新庄もそうかもそうだと思うんだけど、はい、情はあるよ、はい、でも非常さ非常なところも持ってるから、うんうんうん、それが一流だから、はい、人としての、うん、だから一流の監督 を判断するときにやっぱり非常さがあるかないかっていうところをよく見てるんだよね、うん、だから甘くてずっと使い続けるとか、はい、甘くて変えられない、うん、まあ、そういうのはもうちょっとダメでね、はい、指揮官としたら、うん、だからその中で一番原監督が情と非情さを持ってるよね。両方持ち合わせてるって。いやもちろんもちろん、ダメだと思ったらパーンと変えるから、うん、だからそこら辺がやっぱり一流と二流との差だから、うん、でも立浪っていうのはやっぱこう12年間、はい、もうずっとやっぱ勉強してたと思うんだよね、はい、そういうで新庄もそういうチャラチャラしてるようだけど厳しいところに身を置いてたと思うんだよ、うん、だからそういう意味ではなんて見るのも楽しい。そうですね、どういう風にするのか、うんうん、っていうように俺は見てるけどね。だから本当一瞬対照的な監督に見えるようだけれどもやっぱりここの部分は一緒、ね、いや俺根本は一緒だと思う。そうですね、うん、根本は一緒。ただ面白いのは新庄さんが、うん、あの SNS を使って選手に発信するところは新しいなと思いました。いやいや、あれは SNS がない時に野村監督がやってたことだから。え、そうなんですか。だから新聞を使って、あー、選手に分からせるようにやってたことなんだ。それは今 SNS があるからやってればみんなフォローしてるだろ、はい、選手が、はい、そしたら見るよね、はい、そしたら何もしなくていいじゃん、見るんだったら。じゃあだから阪神の時のその野村さんのイズムがやっぱ新庄さんにもなんか、いや、どっかにあると思う。ってことですかね、どっかに何かことを始める時参考書っているでしょ、はい、参考書っていうか参考になること、うんうん、もの、うん、だからそれはやっぱ新庄の中では野村さんなのかもわからないよね。面白いですね。それからその昭和だったりするのか、うん、令和の違いかで、だからもう野村さんは昭和だからさ、はい、ぼやきなんだよ。ぼやきでしたね、うん、でも新庄はポジティブに、はい、それはぼやきじゃなくてポジティブにいった方がいいっていうふうに新庄が感じてるんだと。なるほどね。今ポジティブにならないとね、ま、そうですよね、うん、まあ、マイナスっていうのは今の世の中っていうのはあんまり合わないよね。ですよね。いやだから新しいその立浪監督、そして新庄監督、違うように見えて願い一緒の監督がどういうふうにしてチームを変えていくのか、そうだな、うん、まあ、楽しみだけど、はい、同じリーグでやってほしかったから。いや、そうなんですよ。だからこういう人見られるのでいいんですけど、同じリーグでなんか見たかったですね。片一方はちょっとみんな選手がおしゃれで茶髪でひげ生えてて、こっちはもうなんかビシッと黒髪でひげなしで、さあどういうふうに戦うんだろうみたいな、それ見たかったですけどね。でもね、練習量は増えると思うよ、それ両チーム。立浪も、あ、ただ新庄は俺はそういうことは隠すんじゃないかなと思って。あ、練習量とか、うん、裏でっていう、裏でっていう、 あとは選手の自主性で、うん、君どのぐらいやんなきゃいけないか分かるよねみたいな。そうそうそう、あ、で立浪はもう構わずやらすと思う。まあ、しごきというか、ね、しごきというか、うん、やっぱこうなんていうの、身につけてほしいっていうふうに思ってるよね、はい、それと呼んでるコーチが、うん、練習を重ねたコーチが多いから、うん、片岡さんもそうだし、これはね半端ないと思う。キャンプが、あ、楽しみだよ。そう、もうだから試合前の、うん、もう今年のキャンプからこの、ね、2チームちょっと注目ですね。まあ、注目だね、はい、必ず強くなると思う。
2チームは2チームは、うん、はい、注目して見ていきたいと思います。はい。